デビッド・ダグラスダンカンは、アメリカの報道写真家。太平洋戦争においては、アメリカ海兵隊予備役、朝鮮戦争、ベトナム戦争においては、従軍写真家として活動。太平洋戦争終結となる戦艦ミズーリ上での、日本の幸福文書調印の様子の写真や、パブロ・ピカソのポートレート写真、および、ピカソ作品の写真集で知られる。また、 日本工学工業製カメラ及び同社製、レンズ、ニッコールレンズを世界に広めた立役者としても知られる。ダンカンがニッコールレンズと出会ったのは1950年6月のことである。当時、日本美術の撮影に勤しんでいたダンカンは契約カメラマンとしてタイムライフ氏の東京支社にいた。後にダンカンのアシスタントになる写真家、三木厚氏は、 日本人唯一のタイムライフ紙カメラマンとして同じく東京、京橋にある同社の東京支社内にいた。ある日、ミキの友人である写真家村井隆一がタイムライフ社を訪問した。その彼のカメラにはニクア PC8.5cmF2 が付けられていた。ミキはそのカメラでダンカ感ンを撮影した。当時の日本製品には モノマネはうまいが品質はいまいちというイメージがついていたため、その潜入観に囚われたダンカンは当初、日本製のゾナーかと興味を示さなかったという。DD ダンカン東京都中央区京橋のタイムライフ、東京市局にて、撮影、ミキアツシ、1950年6月、ニッコール 8.5CM 会にを使用。後日、ミキが現像した、肖像写真を見た。 ダンカンの表情が急変した。自身の肖像写真がシャープに描かれていたのである。ダンカンはルーペを持ち出してその写真をチェックし、日本製ゾナーレンズの持つ描写のなシャープさを見抜いた。そして、このレンズを作っている工場に行きたい。とミキに伝えたという。翌日、ダンカンはミキ・フォーチュン氏の写真家、ホレス・ブリストルを連れて、日本工学の大井工場を訪問。 当時、日本工学社長であった長岡正夫は3人をレンズの検査室に案内し、東映検査機で、ダンカン、ブリストルの手持ちのレンズと、ニッコールレンズの性能比較を見せたという。それを見て、ダンカンは、素晴らしいを連発し、日本へ来てこんな素晴らしいレンズを発見できてこんな、嬉しいことはない、とまで表し、ニッコールレンズの性能に驚いた2人は、その場で、 ライカスクリューマウントのニッコールレンズを購入した。ダンカンはニッコールレンズと出会ってから毎日のように同工場へ通って検査室へも入っており、1948年に日本工学に入社した脇本善治によれば、ダンカンが今あるレンズを全部見せろと言ったと述べている。その直後、朝鮮戦争が勃発。 二台のライカにニクア SC5.0cm F1.5 とニクア 93.5cm F4 を付けた段ン,ンは朝鮮戦線で一貫してニッコールレンジを使用し多くの写真を撮影した。特にニクア SC5.0cm F1.5 は彼の代表作の一一つこれが戦争だ。2、ライカ。 3C の1台に5センチメートルの標準レンズを他の1台に望遠レンズを装着したと記録が残っている。ダンカンをはじめとするタイムライフ氏のカメラマンたちは朝鮮戦線で撮った写真を東京へ持ち帰り、ミキトールがそれを引き伸ばして伝送でニューヨークの本社に送ったところタイムライフ本社からいつものレンズとは違って大変シャープだが 何を使っているかとの問い合わせが来た。ダンカンは日本のニッコールだと変身したとミキが記録している。これをきっかけとしてニッコールレンズおよびニッコンエスなどのカメラがアメリカの写真家たちを接見ニッコール、元い日本工学の名が世界をとどろかせた瞬間であった。ダンカンは後にニコンの公式ファンクラブである ニッコールクラブの設立に携わるなど、ダンカンとニコンの関係は親密なものとなった。ニコンは1965年には、ニコン F の製造20万台目のカメラをダンカンに寄贈している。2018年のダンカンの死後翌日、ニコンは公式サイトを通して、追悼声明を公表。ダンカンをニコンが世界に認められるきっかけを生み出した。 ニコンにとっての大恩人と表し、世界のジャーナリズムに与えた多大な貢献を称えると、共に、互いに一世紀以上を生き抜いてきた名友の死を、たんだ。ニコンホームページ内には、ニコン創立100周年を記念して、ダンカンが97歳児のインタビューを公開している。ここでは、ウィキメディアコモンズ上にある、 ダンカンの撮影した写真を提示する。ありがとうございます。